タコさんウィンナータコさんウィンナーとは、ウィンナーソーセージの片方の端に切れ込みを入れた、飾り切りである。日本で、小道子により考案された。上部が丸く、下部が広がった、この形状がタコに似ているためこう呼ばれる。タコさんウィンナーは、プリマハムが有する登録商標である。小型のソーセージやソーセージ風製品の片方の端に、いくつかの切れ込みを入れた後、 炒めたりして加熱したソーセージの皮の部分が収縮することにより切れ込み同士が花のようにめくれながら開いて離れる。あらかじめ切り込みを入れた商品も販売されている。必ずしも実際のタコのように足を8本形成する必要はない。タコに似た赤色のソーセージが用いられることが多く、日本では愛らしさを演出するため子供向けの自家製弁当などによく使用される。 飾り切りなどを用いた同様の食材の加工法には以下のものがある。例えば、プリマハム製造のタコさんウィンナーなど、森、博市。キャラ弁から大根おろしアートへの道デコレーション料理の現代史日経ビジネスオンライン。2015年2月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年4月4日閲覧。 日本第512万436号ワインのおつまみ特本会出版社食の教科書2010年全国書誌番号2183万 233ISBN 978から4から777917525ありがとうございます